ショールームのアイコンかわいいな、何それアイコンって。ゆずちのことを来た瞬間から考えた、ほんまに嘘やろ絶対。あ、お休みでまったりしてた、そういう一日もいいですね。やほやほ、あー仕事忙しい、違った、お疲れ様です。仕事くたびれた、お疲れ様です。お仕事皆さん、私は学校に行ってきました。今日も今日とて学校に行ってきました。あー公式のやつかね、お話し会だんだん近づいてきましたね皆さん、楽しみ、めっちゃ。え、朝やばかったよな今日朝。そうゆずも朝寒すぎてお姉ちゃんのマフラー勝手に取って行きました。ちょっと待って、なんかあんま変わらんかった、ちょっとレンズ汚れてるかなって思ったけど。起きた時は寝ぼけてました。まあそりゃそうですよ、寝ぼけますよね起きたら。私はあったかいの着ます。めっちゃ家族の着回せやん。ちゃうねん、なんかなマフラーさ、ゆずのマフラーどっかにな片付けてあんねんけどなくて、それでも仕方なくお姉ちゃんの勝手に使いました。家族のものはゆずのものせいでゆずのものになるから。ゆず家のジャイアンや、本郷家のジャイアン。お話かあと1週間と思ったらまだ2週間先やった。でもね2週間ってすぐ来ますよ。初見カズくんこんばんは、こんばんは。そう基本勝手になんですよ、私は勝手に来たりとか、はい、一人っ子やから羨ましい。まあね、なんかあお姉ちゃんおってよかったなって思う時もあれば、やっぱね服をね勝手に着る癖があるんですよお姉ちゃんは。勝手に多いな確かに今日。そうお姉ちゃんがね服を勝手に着る癖があって、そうだからあのまあそういうところはちょっとね別に来たら来たでいいんですけど、直していただけると幸いです。でもお姉ちゃんおってよかったなと思うことはまず話し相手がいることと、あと勉強教えてくれたりしたとことか、うん、優しいとこですね。背丈同じぐらいの、全然違う背丈は。サイズ当て、私一応ねなんか服買う時とかってちょっとオーバーサイズで買うんですよ。そうだから、うん、割と多分合ってるかもしれん、もしかしたらサイズは。今からお兄ちゃん欲しくない？わかんないな。あ、せや皆さん生誕祭のグッズのあれ教えてくれてありがとうございます。いろいろこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないって教えてくれてありがとうございます。助かりました、とても。ちょっとまた徐々に決めていきたいと思います。出遅れた、やっほー。ん、冗談、間違えた、男女久々や。ちゃんまきさんこんばんは。ある程度決まった、まだ何も決まってない。生誕ティーの色も決まってないし、早く決めなあかんわ。もう少しでね私の学校生活も終わっちゃうので、もうねテスト終わったらねピタッて学校終わっちゃうから寂しい気持ちがいっぱいあります。最近みんなといっぱい仲良くなったのにもう学校終わっちゃうなんて考えられない。やっぱね高校生活が楽しすぎる、3年生は特に。そう高校生活最後の冬休みやでやばくない、なんか1年生に戻りたい、
もう一回ピエンピエン。そうこの間みんなで、えでも3年生ってもう終わって卒業してあんま会えへんよなみたいな話をしてて、うんだら何やったっけな、もう一回全員で留年するみたいな話してたみんな。そしたらもう一回同じ1年を迎えれる。ねえやばいよな、なんか1年あっという間すぎた。今年は特にほとんど何もしてなかったから、もう一回1年間やり直したよ。なんかさほんまになんか、あ人生ってやり直されへんなって思った。それ高校生活もやけど、うん、ね、あお疲れ様です、お仕事しました、やっほー。そうもう12月ですよ皆さん。なんかね高校生活最後こんな形で終わると思ってなかったから悲しい、めっちゃ。こんばんはこんばんは。そうやね、家にいることがすごく多かったから高校やっぱ一番楽しいな。高校卒業して一人暮らしするのが楽しみで仕方なかった。いいやん一人暮らし、楽しそう、羨ましい。やほやほ。逆にさみんなの高校生活さ気になんねんけど、どんなのやってたんか、こんなことしてたあんなことしてたとかいろいろあるやん、気になるそういうの。何してました皆さん高校生活。言えない。高校にいい思い出全くない、マジ昔すぎて。え高校5年生とかあんのや、すごいいいな。待って、ゆずはって高3、私も高3ですよこう見えてこう見えて私高3なんですよ一応じゃあ数学を縫った、あーいいね。でもそれも。サッカーと勉強に明け暮れてた。すごい、サッカーと勉強。あ男子校っていう人もいるのか。なんなん高校専門って、そんなんの。牛丼食べるためにチャリ昼休みにチャリで抜け出した。楽しそう、そんなんしてた、いいな楽しそう。中学からの連れとスキー行ったくらい、いいやん、めっちゃ羨ましい、楽しそう、そういうのいいな。サッカー部のキャプテン意外花輪くんに憧れてた。花輪くんやの、まるちゃんの、いいよ、誰だって憧れはあるんだよ。あピザ頼んで受けたのドキドキした。なんかこの間友達もやってた学校で先生にバレへんようにやってた帰りにピザマンみんなで食べた、いいな羨ましい。イノスケが見たい、いつも言い張るな、イノスケみたいっていないんですよね、上にいるから。そうこの間友達やった、ウーバーしようとか言って。でもいいよなそういうなんかドキドキハラハラしてる高校生活も、楽しそう、なんかうん羨ましいなって思います。去年クリスマスに学校を忍び込んでパーティーした。バレへんかったんそれ。
めっちゃいいやん。バレなかったのかい、それは。本当に学祭の後にクラスの30人くらいで友達の家で打ち上げした。え、30人もお家入ったん、すごいな。でバイト行き、お届け先高校とかやったら爆笑やわ。え、それさ、でもちょっとありえんねんな、今の高校生は。ありえるんですよ、全然そういうのが。学校のセコも発動させたことあるな、結構やばない、みんな結構やってんな。帰り道に同じイヤホンでグリーン聞いたやって、そういうめっちゃ青春じゃないそれ、やば。 いつも帰るとき常に一人やから、一人でなんか何も考えずに同じ道をひたすら歩いてる。1階がお座敷でめっちゃ広い客待って書いてるの、これ。いいやん、そういうお家いいよな。なんかさ、あの和室とかめっちゃ憧れる。学園祭がクライマックスやった。自由だな、なかったからさ、そういうのが。今年は高校生活最後になかったから。高校退学になりました。みんな大丈夫それ、ほんまに。何、ルナタン初見、ルナタン初見です。友達のツイッターとか見て気になってました。嬉しい、ありがとう、ありがとう。友達にありがとうって言っといて。ありがとう、ルナちゃん、可愛い名前や。後日無事バレたけど何もやれんかった。すごいな、逆にすごいわそれは。お化け屋敷、文化祭でお化け屋敷やって、お化け役やって女の子に殴られました。きつっ。やっぱさ、そういうのあるよな、お化け役の人で怖くなって殴られたりとか。やほやほ、気持ちは。なんて書いてんのこれ、何時も初見です、ありがとうございます。学園祭餃子売ってめっちゃ儲かった。ちゃうねん、そんなんもなかったからいいなって思ってるんです、本当に。羨ましい。いいや、なんかでもみんなの学のに学校生活すごい楽しそう、いいじゃないですか、素敵やな。学園祭でたこ焼きした。あ、そういうのもあんのや。あ、でもクラス T シャツは確かに作りました、私も。なんか友達が考えたやつ。文化祭はベビーカステラ販売したのいいな。うそはない、自分で作んの、くるんくるんくるんってして、なんかお祭りの屋台みたいに自分でやんの。やほやほ、こんばんは、やほ。友達ってゆずちゃん推しの、あー、わかめちゃん、あー、わかめちゃんにありがとうって言っといて。してんね、わかめちゃん。ルナタン、わかめちゃんにありがとうって言っといて。クラス T シャツ未だに家で着てる。じゃあね、クラス T シャツなあんねんけど、半袖やから寒いや、今着たら。だから着ないです私は。一回しか着てない結局。パジャマになってやっぱなるような、パジャマに。仕方ないよそれは。すごい、屋台も一から作ったや、ベビーカステラいいな、めっちゃいいやん。卒業の時なんかくださいって後輩から言われるかね。分からんそれは、どうなんやろな、言われるんかな。なんかクラス T シャツ大体出す。あ、分かる、でもちょっと分かる、共感はできる。
こんばんは、こんばんは。モテたくて眉毛整えたらみんなに笑われた。じゃあね、ゆずの友達もな、なんか眉毛描いててすっごい綺麗でさ、なんかピッてめっちゃ綺麗かった。だからみんな、え、今日眉毛描いてるって言って見てた。そうよ、高校とか懐かしい。今高校3年生なんですよ私。あー確かに全員の名前入ってもんな。ゆずも入ってたわ全員の名前。うちの高校のジャージ入れがタコに人気でくださいって言われた。え、そんなこともあんねや、すごい。ジャージ入れ、卒業するとき先輩になんかくださいって今もあるの？わからん、それは、それは全然わからんな。あるんかな。うん、かゆっ。じゃあみんなに見てほしいやつあんねん。どれやったかな。イノスキやねんけどな、さっきゆずがさツイッターに載せた写真あったやんか、イノスキの。あれでな、見て、まあ、さっきの写真これや、イノスケこのポーズしてるやんか、こんな横にペターってなって。でな、これな、もう多分クスやねん、イノスケこのポーズ見てほしい。ペットショップで買っときもこのポーズしててん、めっちゃ可愛くない？ほら可愛い。ペットショップでやった時、買った時もこんな、あ、めっちゃ映ってた、こんなポーズしててんで、かわいい。いのちゃんってすこもかわいいね、見てほしい。これ見て、これやばくない？なんでこんな愛おしいんでしょう。鳥肌立つわ、ほんまにかわいすぎて。つらいもなんかほんまにかわいくて。を見てほしかっただけ。それを見てほしかっただけ。すごい今日怒られた。ああ怒られてました、もちろん。すごちゃん今日ももちろん怒られましたよ。もうなんかもうな、行例何？恒例行事みたいになってる。すごちゃん怒られんの。めっちゃ。ほんまに可愛い、すごちゃんもいのちゃんも。毎日可愛いんですよね、なんか。もちろん怒られました、すこちゃん今日も。今日もゆずパパの声聞こえんかな。いや分からんな、でも今日寝てんねんな今多分すこちゃん。分からんけど、ゆずすこ今日も怒りました、もちろんもちろん怒りました。やっぱな、あかんことしたらあかんって教えなあかん。怒られてると思ってるのか、かまってくれと思ってるのか、でも多分怒られてると思ってる。めっちゃ怯えんもん、いつも。こらーって言ったらすぐ耳なんか こんなことする。耳こうやって立ってるのにすぐ耳こんななる。かわいい。何をしたんですか。またイノスキに噛みついたんですよ。怯えるのに次の日にはそう同じこと繰り返すんですよ。そう、いや、それやったらあかんっていうの分かってんねんけど、すぐ同じことする。イノスキは怒られるようなことしない、ね、しないの、危ない危ない危ない。イノスキはしないです。めっちゃ静かやからイノスキ、いつもいつも何もしないですね、怒られるようなことは。
分かっててもしてしまうよな。ダメなんだよ本当に。でも可愛いから何でも OK。 超可愛い。なんかね許しちゃうの可愛くて、ほんまに。イノスケに噛まれたら、噛まれたらやめるかも。じゃあイノスケもな、噛み返せばいいのにな、噛み返さへんねん。確かに漫画のな、イノスケとは確かに性格もまあまあ真逆やな。スリスリしてきた頭が。じゃあ最近スコちゃんね、すっごいね懐いてくるようになって、そう、なんか今日も普通に、いつもやったらお風呂上がりにスリスリされるんですよ。でも今日普通に洗面台をって、洗面台の前で座ってたら膝の上乗ってきてスリスリしてきた。ゆいちゃん噛んでみる。ゆず最近それめっちゃやってんで。つこがイノシキのこと噛んだら痛み思い知らせるために噛んでます。すこちゃんは。パパにそうしろって言われた、だから私はしてます。でもね可愛いからな、あ痛いやろうなと思いながらゆず息子のこと噛んでる。お風呂は入ってくれる。お風呂はねめっちゃ嫌がりますやっぱ。猫ちゃんってほんまにね嫌なんでしょうね水が。お風呂はもうめっちゃ嫌がる、ほんまに超嫌がる。だって猫を抱っこしてお風呂場に連れてっただけでめっちゃ嫌がる。なんか逃げる、察する、めっちゃ、あ今からお風呂に入れられるんやってめっちゃ察するから。動物飼ったことないんだよね。猫飼い、一回飼ってみ猫、めっちゃ可愛いから。やって妹ったら定定的に甘やかすタイプやん。多分そうやと思う。もうね可愛くて仕方ないねん、ちっちゃい子とか年下とかが。お風呂は諦めた。いやマジ水嫌いだけど風呂の蓋は好き。あーそれはでもわかる。そや猫って綺麗好きやからな。でもなんかそんなしょっちゅうお風呂に入れんでいいからめっちゃ楽ほんまに。うん飼ったらほんまに可愛い。あーなんか何かあっても早く家帰りたいってなる。あー猫ちゃんおる、猫ちゃん待ってるってなる。猫日本だと高い。えどう高い日本やと猫は。高いんかな、どうですか、高い。あんま分かんないね値段は私には。うん高い猫はそりゃ高いよねやっぱり。帰ったら出迎えてくれるの。いやなんかねもうずっとゲージに入れてるから出迎えるも何もない。あー何十万か。まあスコとイノスケは私の弟です。超可愛いほんまに。私の弟です。あの2匹は。猫ちゃんの後頭部めちゃめちゃかわ、キャ、間違えた、めちゃめちゃ好きなんだけど、わかる？ここわかんで、そこゆずいつもスコちゃんのそこめっちゃ匂う頭。で、クセやねん。めっちゃ最近ね、スコちゃんのね、頭ずっと匂ってる。いい匂いすぎて。いい匂いっていうかなんかね、あ、生きてる匂いするってなって匂っちゃう、めっちゃ。ほんまにこの辺、この辺、これスコちゃん、あーすごい白飛び。この辺めっちゃ匂っちゃう。この辺
めっちゃいい匂い。なんかあー生きてるって思いながらいつも匂わせてもらってます。爬虫類とかいける？蛇とか。ゆず？蛇は無理やけど、なんかねトカゲとか飼ってみたいなと思ってる。あの顎ひげ、何だっけ、顎ひげ、顎ふん、顎ふん、何だっけ、あ顎、何だっけ、なんとかトカゲ、ゆりさんとか好きなやつ。一緒に寝たりするの、イノスケと一緒に寝ます。私は結構何やったっけ、あのあご、あそうそう、太ひげあごトカゲ、それやそれやそれや、太ひげあごトカゲめっちゃ飼いたいなって思ってた。可愛くて飼いたいなって思ってました。でも猫ちゃん飼っちゃったからもういいやってなった。背中かゆ、それスコはパパにめっちゃ甘えるな。イノちゃんは私によく甘えてきてくれます。イノスケお姉ちゃんにもめっちゃ甘えるんですよ。パパには甘えへんパパには甘えません。肉系触りすぎて怒るから。あそうなんや、あんま、でもなんか、でもなんか触った後は自分のゲージの中戻って、水ありやんか、そこにこうやってあの肉球手こうやって洗って舐めて、また洗って舐めてってしてる。その行動がちょっとよくわからんけど、詳しい方いたら教えてください。ぜひ。潔癖？なんかスコちゃんはねめっちゃ綺麗好き、びっくりするぐらいほんまに綺麗好きコロナ予防偉すぎるやろ。外に出ないか、肉系やろ、うん、めっちゃ柔らかい。でもやっぱり猫のいる生活は幸せですね、うん、かわいいし。じゃ謎のね行動多いんですよ猫って。だからこの間テレビでやってた、何やったっけな、猫がおトイレをして、ほんでね、なんかお尻を床にすりつけながら歩いてる猫がいて、ちょっと再現できんねんけど、知ってるかな、めっちゃなんか可愛かった。それが肉球に酔う。肉球はねイノスケがちょっとね匂うちょっと匂う、イノスケでもそんなめっちゃ臭いって感じじゃない、ちょっと匂うなみたいな。スコは全く匂わん、いつも。スコとイノスケどっちが高いとこ行く？スコやな。でもやっぱ、うん、猫のいる暮らしは幸せですね。皆さんも猫飼ってみてください。ぜひ興味があれば、なんかペットショップに行くだけでもいいし、だいたいペットショップに行ったらもう終わりやねんけど、もし気になってたらペットショップに行ってみてください。ぜひ。キャツタワーありますよ、行ってみてください。ぜひ。なんかねもう冬じゃないですか、12月にもなったし。そっか、もう12月2日今日、怖い。今日12月2日やって、みんなどうする、どうする。今日12月2日やってやばくない、やばない12月2日って。もう29日でハッピーニューイヤーやん、怖っ。
うそんな時期ですか。早なんかほんまにあっという間すぎたこの1年。すっかもう今年も1ヶ月切っちゃったんか。いやー早い、びっくり、怖っ。なんか怖っ、急に怖なってきた、泣きそう。こんばんは初見ゆうさん、こんばんは。やばいな本当に、クリスマスももう少しで来るし。それクリスマスといえばさ、最近なんかめっちゃクリスマスソングにハマってて、めっちゃいろいろ聞くねやんか、いろんなアーティストさんのクリスマスソングとかで。なんか逆にあのみんなのクリスマスソングを教えてほしい、おすすめの。ちょっとメモりたいねん今日、みんなのクリスマスソングを教えていただきたいなと思いまして、今日はこの歌おすすめやでとかあれば教えてください。私も結構基本ね、いろんな歌聞くんですよクリスマスソング。なんかアリアナグランデさんの歌も聞くし、バックナンバーさんも聞くし、さやかさんの追憶の光とかも聞くし、山下哲郎、達郎、クリスマスイブ。待って、それなんこの間友達に聞かされた。ここでは歌われへんけど、あれやんな、ふん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 みたいなやつやな。ちょっけ超えちゃうかとだいぶはずい。あれちゃうっけ、これかな、分からん。何聞くやろ。でもみんないろいろ聞いてる。クリスマスソングはマライアキャリー一択。どんな歌、あんま知らねえな。セカワのスノーマジックファンタジーって知ってる。知らん、スノーマジックファンタジー。ボアさん、ボアさん知ってるわ。この歌も大好きです。メリクリやな、大好き。マライアキャリーは絶対聞いたことある。ほんまにあるかな。ビーズって書いてるのこれの、いつかのメリークリスマス、初耳を。それもしろい恋人たちの題名で聞いたことある。クリスマスキャロルの頃には。何それ、誰の歌？みんないっぱい知っとんな。あ、恋人がサンタクロースを知ってる。ユズも好き。ということ、今妙に中しか来ました。小田は何ですか？分からん分からん、私今されてないので分からないです。あー、バックナンバーさんはね、もう私毎年聞いてますね。パンプオプチキンの
メリークリスマス、すごいな。メリークリスマス。メリークリスマス。なんかね、最近あやも聞いてる、バックナンバーさんのオールドファッションって歌、あや大好き。オールドファッション大好きでずっと聞いてます。ラストクリスマスは知らんの。ラストクリスマス、オールドファッションいいよな。あ、ドラマの主題歌ね。オールドファッションの最後の方にドーナツって言ってて、ああそういうことかってなった。ドーナツの歌かってなった。絶対ちゃうんやろうけど、オールドファッションいいよな。もう毎日聞いてます、私。オールドファッションと、なんかスノージャムもずっと聞いてる。リンネさんのあれは絶対冬に聞く歌。逆にゆずはの思うクリスマスソングは何？ゆずが思うクリスマスソングはもうバックナンバーさんのクリスマスソングか、マライア・キャリーさん、サンタ・テール・ミーみたいな歌。大好きです、私は。それがスピードって書いてるの、これホワイトラブ。いろいろ間違えた。もうこれぐらいか。あんまいっぱい聞いても全部聞けなさそう。9曲とりあえず1回聞いてみようと思います。トワイスのメリー&ハッピーの、そのとめっちゃ聞いたことある。トワイスわー、もう少しでほんまにクリスマスやな。びっくり。 OK、 とりあえず9曲入れてきました。ありがとうございます。皆さんのおかげでいろいろ曲が知れました。ね、逆にさ、みんなはどうやって過ごすの、クリスマス今年は。どうやって過ごすの、みんなクリスマス。一人に決まってるやん。仕事、あ、みんな仕事や。うわ、受験勉強一択やって、大変だ本当に。パーティーするかな、めっちゃなんかちょっとおしゃれな言い方するやん。そんなおしゃれでもなかったか。パーティーするの。みんな仕事や、お疲れ様です。私は決まってないけど、パーティーしたいなって思ってる。私もパーティーしたい、友達と。じゃあココナとミライとしたいパーティー、みんなでパーティーしたい。パーティーパーティーパーティー、ダンダンダンダダンダン、パーティー、ダンダンダンダダンダダン、じゃあなんかな、
未来にな、なんかクリスマスパーティーしたいみたいな、なんか多分無理かもみたいな来てんやんか。ほんで、うん、じゃあココナと2人でやるわって来たら、え、おココおんの？じゃあやりたい。いや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 、私だけじゃダメなんですか？笑ってもうたわ。まあ、パーティーはね、パーティーパーティーパーティーはまあぼっちですね。ほんまもうしばき回したろかって思ったわ。いやなんかね、ゆずあんま人数多いのが好きじゃなくて、みんなでガヤガヤするみたい、楽しいけど全然。そう、なんかどちらかというと4人ぐらいで集まって、4人まあ多くて4人ぐらいに集まって、うん、なんかね楽しいことしたいなと思ってる。そうやね、少人数大好きなんですよ私。もう未来は嫌韓金やで、ほんまに。あー嬉しい、共感者が増えて。なんかな、大人数で言ったらさ、あの女の子と喋りたいのに、なんかあ喋られへんってなっていもるんですよ。うわー、少人数タコパとかいいやん、鍋パいいな、羨ましい。鍋パーティーしたい、普通に。鍋パーティー1,2,3,4。 4人ぐらいが一番楽よな、みんなで話せるし、いろいろ間違いね。4人でも多いぐらいで、ゆずからしたら。わー、トマト鍋いいな、締めにラーメン入れるとかめっちゃいい。でもう少しでさ握手会できんくなってさ、1年経つわけやんか。なんかそう考えたらその1年もあっという間やった、ほんまに。うん、あっという間でした、ほんと。なんかすごい考えることもいっぱいあったけど、なんかな、ほんまにあっという間すぎた。で去年の今頃とか絶対握手会やってるやん、土日で。クリスマスとかな、その前ぐらいに絶対握手会してるし、どうなることやら。最近また増えてきてるので、皆さんも気をつけてください、本当に。うん、自分の体は自分で守るしかないから、ほんま。去年の12月24日を握手会した。あ、そうなんや。じゃあクリスマスの日に握手しててんな。そう、今に関してはもう誰がなってもおかしくない状態やからね、予防しててもなる人はなるし、もう気をつけましょう。最近またね、全体的に増えてきてるので、皆さんもちゃんと手洗いうがい、アルコール消毒
しましょう。握手会再開は最後の最後、そうってこと。確かに私の生誕祭がもう少しであるので、来年の1月中にあるはずなので、楽しみにしたいと思います。まあね、また皆さんと直接ね、1対1で会ってお話できるのを楽しみにしてます。私も当たるといいな、みんな生誕祭ほんまに当たってほしい。当たってほしいほんまに。ゆずかわいい、ありがとうございます、嬉しい。あと2人誰が出るか楽しみね、楽しみ。ゆずちゃんのいつかは私の誕生日なの、おめでとう。早いけどまだまだやけど、来年のゆずの生誕祭にも入られますようにね。皆さん入れますように、本当に。鼻赤くなった、ほんまに立ってないで。そやねん、公園入ってもほんま一言も話されへんのが辛すぎる。声も出されへんし、ずっとマスクしとかなあかんし。そう、おゆずの生誕行きたすぎ、来て応募して、ぜひ日程が合えば。ね、皆さんに会えるの楽しみにしてます、本当に。コールってほんまになんか楽しいし、聞いてるこっちもめっちゃ元気出る。あー公演やーってなるでも結構ね、みんな工夫してスケブとかね、なんかうちわとかになんか書いたりしてる人もいるし、申し込みするよ、待ってます。ぜひ私のファンの方がたくさん入れますように、ほんまに。で最後の公演ってあれやんな、バレンタイン公演とかやんな。ほんで次の公演でやろうと思ったら急遽中止になって、うわ、あの時なんかめっちゃなんかどうしようもない気持ちになった。誰のことも責められへんし、公演今日はちょっと中止になりますみたいな時ね、誰のことも責められへんし、すごいもどかしい気持ちになったの。みんな唖然としてたもん、こうやってマイク持って、えってなってた、はあ、そう、ゴディバさんのやつ、やばいなほんまに。そう考えたらなんかもう衝撃的すぎた、あれは。いやゆずもさ、なんかそんなコロナを何ここまで続くって思ってなかったからびっくりした、ほんまに。まあ、皆さんにね会えるのを楽しみにしてます、私は本当、ね、楽しみにしてます、皆さんにお会いできるのを。あ、見取り図さん M1 ファイナリストやって、すごい
おめでとうございます。すごくない？ファイナリストって。え、すご、普通にすごい。おめでとうございます。すごい。最近見取り図さんテレビでよくお見かけします。なんかテレビつけたら絶対言い張る。テレビつけたいとか、この間もなんか出てたテレビ、何やったっけな、え、何のテレビやったっけな、なんか思い出したいぞ。これはなんか思い出されへんわ。なんかのテレビにも出てはってん、ほんまに。なんか忘れちゃったな、のテレビか。最近ねすごいめっちゃ見かけます。ネイビーザフロさんもよく見かける。あのあれでよく見かける。うちのガヤがすいません。あ、あ、それ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 や、癖がすごいネタグランプリ、それそれです、それです、それで見かけました。見取り図さん、私たまたまテレビ見てる時にあ出てると思って見てました。すっごいほんまにすごい見取り図兄さん、すごい。じゃあほんま皆川さんいつやめんの、ツイート、あのツイートほんまにマジで面白い。もうな毎日見かけんねやんか、あのツイート。なんか何やったっけな、何日前になんか行われましたみたいなやつ。あれめっちゃほんまいつまでやりはんのあれめっちゃ面白い、毎回 見ちゃうねん。結構長いこと続いてるよなあれ、割と。逆にゆずもあのツイート結構癖なってるからな。初めての完全リプしたどうやってもう戻られへんも、初めての気持ちには。あれはほんまにすごいよな、めっちゃ面白い、いつも思って見てた。ねえ1年はやるわ、すごい強すぎる。で結構大変じゃない1年やるって。1ヶ月超えたん、すごいな。誰よりも継続力ある、おもろい。1年ってだって結構長くない、普通に。すごいな、確か。いつまで続けんねん、1年か。もうなんかさ、もう30日とかまでやってたらさ忘れるとかなさそう。もうなんか日課になってそう、それが。いやなあかんてなあ、おもろい、毎日彼女的な感じ、おもろい。いやあれほんまにいつまでやりはんのやろあれ、めっちゃ面白い。毎回ひそかにちょっと楽しみになってもうてる自分おるし。川原さんのインスタの花見もエグい日数した。え、どれぐらいしてたん川原さん。次なんかで優勝するまでです。うわありえる。でなんかそこでまた優勝したらまたスイズってやんねやろ、おもろいわそれは。それ、ね、一周回っておもろいね。毎日ミナちゃんそれはおもろいめっちゃいいやん、めっちゃいい、それは素敵やな。ずっと桜と滑り台してた普通に見てみたい。いやめっちゃ面白い。あ、それ毎回文章変えてはんのもすごいしさ、絶対切れるやんいつかどっかで。30日前やったらそれが切れへんのがすごい、ほんまにすごいよなマジで、超面白い。あれ結構楽しみになってもうてんもん自分自身、割と。お、じゃあランキング発表したいと思います。もう57分や13位サイさんありがとうございます。12位ハマちゃんありがとうございます。11位サムさんありがとうございます。10位ゆずはのひさおさんありがとうございます。9位ナイトフライさんありがとう、おお変わったな、もう一回言います。13位サイさんありがとうございます。あ、変わってない、変わったか。
12ハマちゃんありがとうございます。11サムさんありがとうございます。11ユズハのヒサオさんありがとうございます。9位ナイトフライさんありがとうございます。8位ナッチャありがとうございます。7位シロさんありがとうございます。6位チョコレモンさんありがとうございます。5位イカリシンジさんありがとうございます。4位クレパスユウちゃんありがとうございます。3位ミキちゃんありがとうございます。2位アサガさんありがとうございます。そして1位はダンガルゾウさんありがとうございます。イエーイ、皆さん今日もありがとうございました。本当にこんな私のショールームを見てくださってありがとうございました。先ほど聞いた何クリスマスソングはちょっと聞きますね全部。私転調が入ってる歌めっちゃ好きなんですよ。だからちょっと聞きたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。本当に楽しかったです。とても鼻かゆ、ありがとうございました。またねお時間ある際にもしよければ見に来てください。ありがとうございます。お疲れ様でした皆さん。今日も一日本当明日からねまた一日頑張りましょう。ありがとう。じゃあねみんなゆっくり寝てください本当に。じゃあねおやすみなさい。あ全然まだまだあったわ。ありがとうございました皆さん。今日もありがとうございます。バイバイ。ありがとう。あと30秒。あんにょあんにょかむさむにだこんばんは。バイバイ。お疲れ様でした今日一日。おやすみなさい。バイバイ。